はいえー、マイク・バーティラさん、どうもです。はい。かぶくん、おはようございます。また、早く目が覚めてしまいました。えー難、難儀なことです。かぶくんのチャンネルだから、好きなようにルールを決めればいいですよ。とにかく、えー、みんなが、あのー、どの選手にもかかわらず、えー、フィギュアスケートを応援するチャンネルにしましょう。うん。 読者からの意見を求めるのも一案ですが、えー、それを取りまとめるのが大変で、かえって歌舞君の負担になるように思われます。うんまあ、今日ちょっとこれから、今朝起きたんですけど、ちょっとルールを、えー、っとル,ルールって言っても、本当簡単ですよ、もうね。うんえー、話変わって、そうで昨日ね、そうジリブさんからいただいたこのコメントが、 あのー、すごいびっくりしたんで、これちょっとね題名サムネ、サムネイルの題名に載せてなかったんで、ちょっとこれもう一回ね、やっていこうと思いますね。うん、はい。えー、倉川ちゃんにて意外と、あのー、頑固なんですねっていうね、そうなんですよ。うん、びっくり、<laughs> すごいびっくりして、うんなのでですね、ちょっとこの件、このお話ね、もう一回しましょうね。あのー、ニコニコした表情から、思いもよりませんね。 ぶぬまョ症、死も見るからに偏屈に見えますあの。あの風貌を見ればわかるじゃないですか。なんかハリー・ポッターに出てきそうな感じですね。ハリー・ポッターなんか、レイヴン・クローとかは先生っぽいですね。レイヴン・ローっていうか、なんだろう。あのそれこそこうスりざりみたいな、ね、先生、出てきそうな感じですよね。一目瞭然、自分の思い通りじゃないと、えー、気に入らないタイプですね、えー。芸術家タイプに多いんですよ。AB 型ちゃうかな。 僕とは合わんなって、ね、前久保さん、確か AB 型だったって記憶してるんですけどもね。うん。どうでしょうかね、倉川さんね。あの、ヨーロッパって A 型の人多いですよ、やっぱりね。ただ AB はどうなんだろう。O はあのラテンあの、南アメリカに多いらしいですね。うん。えー、先回出した、あ、先回出したあの鉄道クイズの回答の後半部分が切れていたんで、えー、再度全文を投稿した。あ、すいません、ちょっとね、探して。 見たんですけどどうしても見つからないんですよね。うん。ちょっと申し訳ないんですけどもあのー、はい。えジケムさんどうもありがとうございます。えー、カブ君おはようございます。えー、もう無理しないでくださいね。この数日間でカブ君はいつもの動画をアップしているから、えー、気づかれも半端ないと思います。そうで私がクラコワちゃんの話で最後に一言だけ書き入れたんです。 えー、あのねもう一回ねそのねコメント見ていきますよ昨日ちょっといろいろあってねあんな感じになってしまったのでこの内容を皆さんにあの分かってほしいっていうか面白いですよ今回はうんだから内容に変化はないように内容に変化はないように <laughs> ダジャレのつもり、えー、シェンロングさんはシェンロンさんですあのー、あ僕これこれねまず間違えてましたねあのー、山田真知子先生かと僕は思ってて 本当にずっと思ってました。うん。うん、ず,ず,ずっと本当に。あの、シェン・ロングさんの、あのー、ね、あのー、なんだ、こう、写真があって、山田真知子先生かとずっと思ってたんで、思ったんですよね。えー、小馬くより以前から、中京大学の備品と名乗って、えー、中京大学を応援されています。どうやらご本人は、とある、えー、病院で看護師をされているみたいですよ。あ、そうなんですか。 なるほど。中京大学の関係者ではないと、概要欄に記載されているので、あの選手をああしろこうしろと注文する人がいるのかしら。私はシェンロンさんのブログ中心です。あシェンロンさん、ブログもされてるんですね。基本的に中京大学の応援ですが、羽生さんのプロテン向に寄せて、一つの感謝の記事を挙げてらっしゃいます。これは羽生ファンさんの方にもぜひ見てほしいなと思いました。うん えっと、うん、うちの子たちは多めに見てくださいねっていうね、いうことみたいですね。うん。なるほど。シェン・ノグさんはブログもされてたっていう。うん。まあ最近ちょっとブログについてはいろいろまたこれも、これもあったんですかね。うん。だけどちょっと、まあこの方は、羽生ファンさんも安心して見ることができるのかなっていう感じですかね。うん。 はい、えー、そしてこちらがそのジュゲムさんのコメントで、あの昨日すべてのコメント読み,読みますの動画の中にあの入れてしまったんですけど、このコメントはちょっとね、うん、切り抜いても紹介してほしい、あの、紹介したいくらいね、ちょっとびっくりで、うん、へえーってちょっと思ったんで、個別に今回やっていこうと思うんですけど、えー、ジュゲムさん、株、え、君、ー、ジャパンオープン楽しみです。密かにオンラインチケットを期待していますが、まあ無理ですよね。 ザアイスのオンラインチケットに味を占めてあちこち探していますが、ないような私の興味は日本人選手はもちろんですが、欧州組に行きたいです、えー。ルナヘンちゃんとクラコワちゃん出るんですよね。うん。ベルギーからですね、ちょっとルナヘンさんね、えー、行きますので、もう多分行ってるんじゃないかなと思うんですけどもね。うん。はい。で、ここでクラコワちゃんについて。 えー、確かオリンピック前だったかなあの、李承氏の特番がありました。で、その時の、えー、テレビ撮影中の、えー、練習リンクに、クラコワちゃんが振り付けに来ていました、ね。うん、いうことなんですよね。でも彼女は李承氏の、これですね、クラコワさんは李承氏の指示通りに滑らず、自らの振り付けを入れてしまうということなんですよ。 で、李承氏は注意して、何度も繰り返して練習を、えー、させるんですが、クラコワちゃんは、ガンとして聞き入れないっていうね、ことなんですよね。うん、でこれ、さっき、あの前久保さんもね、話してましたけど、びっくりですね。きのう,ん、そう昨日もそれびっくりしたっていうコメントをしたんですけど、そうそう、それちょっと、ね、このお話、ね、そうなんだっていう、クラコワさんが、あのクラコワちゃんがっていうね、うん、イメージとは違うんですね。 うん、でももしかしたらそういう感じもあるかもしれませんね。うん、怒って李承氏が彼女をリンクから追い出してしまいました。えー、心配した撮影スタッフが、えー、彼女のところに行きますが大丈夫ですと、えー、それでも顔をこわばらせて、えー、彼女は帰ってしまいました、うん。そういうことらしいですよ。結構画家だから強いのかなっていう感じがしますね彼女はね。だから 喜怒哀楽も結構激しいんじゃないかと。うん。いや、嬉しい時はわーっと。怒る時は怒るっていうね。結構そういう感じで。うん。でもすごいですね。あのブさん、ブノワョ賞さんにね、ね、そういう態度ができるっていうのは、逆に強い精神力を持ってますね。うん。でもなんか、それこそ、その、はっきりしてていいからっていう感じはしますけど。うん。えー、その次の日も、次,次の日も、えー、数日後、やっと練習に来た彼女は、明るい笑顔でした。 そして滑り出したのは、李承氏の振り付け通りの、えー、プログラムでした。多、う、分、ん、まあ、彼女も考えていたんでしょうね。うん、あのね、うん、李承氏の練習リンクは、彼の指示通りに動く選手ばかりの中で、えー、クラコアちゃんだけが逆らいました。えー、自分の,あのアイデンティティが大切で、えー、誰が相手にでも、えー、簡単には自分を曲げない性,格で性質ですね。 うんえー、腹が据わった度胸のある選手です。いや、本当ですね。うん、だから、なんかちょっと気になります。でも、なんて言うんでしょうかね。あのー、すごい嫌味な感じではないですね。なんて言うんだろう。こう、私はこうしたいのっていうね。そういうなんか感じが、えー、見受けられるんですけどもね。可愛らしい顔をしていても、さすがにアスリートですね。練習に来なかった数日前に、数日間に、彼女は自分の演技を考えて、理想の振り付けを消化、えー、して、 納得できたのかなうん。そう思いますよ。あのー、うん。まあ、それともちょっとこう、まあ、悩んでて、あの、なんていうの、考えて、うん、いたのかもしれないですね。うん。どうしようってね。うん。まあ、それまでにはちょっと時間がかかってしまったっていうところなんだと思うんですどね。うん。はい。ねちょっとびっくりですよね。クラコアさんが、あのクラコアさんが、そういう感じで、李想さん、さんに、あの、歯向かうっていうかね、うん。かたくなに聞き入れないっていうのはね。 これはちょっとすごいエピソードだなと思ったんでうんちょっと紹介しましたね。はい